常吉百貨店は、京都府京丹後市大宮町上常吉に所在する商店。ソーシャルビジネスの先駆けとして高く評価された常吉村営百貨店の志を継ぎ、2012年11月1日に開店した。商店として営業しながら、過疎地域の農家や高齢者の暮らしを支え、地域のコミュニティセンターの役割を担う。何でもあるから、何でもするからという理由で、百貨店と称し、日本一小さい百貨店と親しまれている。小さな提灯のイメージで、ほおずきがデザインされた店のロゴには、人々が集う、暖かな場所になるようにとの願いが込められている。2018年、沖縄国際映画祭、ジマット CM リパブリック全国46都道府県部門において、常吉百貨店を中心に、常吉地区をモデルとして作成した、便利さよりも安心できる街京丹後の CM で、グランプリを受賞した。SDGs のゴール11、住み続けられる街づくりを題材とした CM で、チャレンジ常吉百貨店実行委員会の東田和馬により発案された。店内には、ジマット CM の表彰状と盾が飾られている。常吉百貨店は、店舗面積25坪の商店にコミュニティセンターの機能を備えた、京丹後市大宮町の山間部にある、日本一小さい百貨店である。過疎地域の買い物難民や小規模農家の救済に橋を発し、行政に頼らない住民自身による村づくりを目指して1997年に開業し、ソーシャルビジネスの先駆け的存在として高く評価された常吉村営百貨店の閉店を受けて、その理念と事業を引き継ぐ形で2012年連に開店した。本項目では前身である常吉村営百貨店についても合わせて記載する。常吉地区は、丹後半島のほぼ中心に位置する旧大宮町の南西部に位置する。基幹産業は稲作を中心とした農業と、丹後地理面に代表される企業で、駐在所とお寺以外はすべて、畑屋と称されるような村であった。大企業はなく、1970年代後半以降の織物業の不況と、零細的な農家の後継者不足から離村が進み、20世紀末の人口を1960年代と比較すると、30年余りの間に人口が半数程度にまで減少している、過疎化の顕著な山間部にある。年々、高齢化率も高まり、集落機能の維持が困難を増していく中で、大宮町では1986年から地域リーダーの養成に着手。ふるさと創生事業の大部分を人材育成のための基金造成に充て、町からの補助もいった。その結果、1992年に発足した大宮活性懇話会では、町内から選出された16名を対象に、的を絞った地域リーダー養成研修が行われた。彼らが中心となって地域に密着した村づくり活動を目指し、1994年、町内12の地区に、村づくり委員会が組織され、常吉地区には、常吉に居住する地域リーダーを中心に、常吉村づくり委員会が結成された。常吉地区では、村づくり委員会に先立ち、村内で地域の青年が月に一度議論するために、集まる10日会や、10日会のメンバーの妻らを中心とした女性グループも様々な活動を行っていた。常吉村づくり委員会は、この10日会を基盤に組織された。約20名の構成員は主に30代から50代までの就業者であり、女性も含まれていた。委員会は村内の寺でジャズコンサートを開催して、地区の人口以上の観客を動員したり、京阪神など近畿地方に住む常吉地区出身者にお盆時の帰省を促す、帰ってこイコール運動や住民が講師となって、小学生に指導する寺子や教室など数々の取り組みを主催。常吉地区の魅力を再発見するとともに、地区の課題を抽出して解決するワークショップをはじめ、地域活性化構想の策定にも着手し、京都府が推進していた21世紀型地域農場づくり事業の協議会が設立されると、農地の利用計画や農業実践プログラムの作成にも関与した。地域住民によるこれら様々な取り組みの根底には、このままでは村が潰れてしまうという地域リーダーたちの危機感があったとされる。過疎と高齢化で遊休農地が増加傾向にあった常吉地区では、農家の手に余る農地や山林の手入れを他の農業者に委託していたが、その農作業を大規模に受託していた農業者が山林ドーム中に事故死し、今後農地をどうすれば守っていけるかという課題が表面化した時、地区の農地を地区民全体で守る仕組みを構築する必要性が広く認識されるようになっていった。地区で唯一の商店であった丹後大宮農協、常吉支所の廃止が決定したのは、そのような時勢の折であった。京丹後市大宮町には、16の地区が広範囲に点在し、1950年以前の旧村単位ごとの8カ所に、丹後大宮農協の支所、または出張所が設置されていた。1996年、丹後大宮農協は経営の合理化を目的とした統廃合によって JA 京都丹後となり、常吉地区では唯一の商店でもあった丹後大宮農協、常吉支所の廃止が決定した。当時、常吉地区には上、常吉と下常吉合わせて約580人が暮らし、住民の4人に1人が65歳以上の高齢者となっていた。周辺に商店は他になく、最も近いスーパーまで距離にして 4km、自転車で30分はかかる土地柄、支所は多くの住民にとって生活になくてはならない施設であった。常吉支所はかつて旧常吉村農協として発足した際に、施設建物や用地のすべてが常吉の住民の善意で提供されており、住民の共有財産という感覚で運営、地域のコミュニティセンターとしても活用されてきた経緯があった。そのため、農協の一方的な廃止決定は住民らにすれば、到底受け入れられることではなく、村を挙げての反対運動が起こった。農協側との話し合いは折り合わず、最後は大喧嘩の様相を呈したという。農協の決定は覆ることなく反対運動が暗礁に乗り上げた頃、常吉村づくり委員会から村営百貨店構想が示された。当時、区長として、また常吉村づくり委員会の委員長として、双方の運動に関わっていた大木道頼らの提案によるものだった。住民らは、去る者は追わず、と、心機一転し、地域一丸となって、村営百貨店の設立を目指した。支所廃止決定から約1年後の1997年12月、農協支所の集荷場であった部分を月2万5,000円の家賃で借り受け、農業者20名を含む地域住民ら34人の出資者による農業生産法人有限会社常吉村営百貨店が誕生した。常吉村は、1951年の町村合併で大宮町となる前までこの地域に実際に存在した村名である。住民自身の手で作るという決意の表れとして村営とうたい、一口5万円で350万円の出資金を集めた有限会社設立の際にも常吉住民だけでやりたいと当時の大宮町長の出資を断っている。店舗改修費用は650万円を要したが、300万円、計っての寄付の見返りとして農協が出資し、残り350万円分は、農協から15年の借り入れで賄われた。代表取締役社長には、後に大宮アグリ21塾の塾頭を兼任することとなる、大木万和が就任し、専務には、国道312号線沿いで、食料用品店を経営する。株式会社留野広野公明が就任。店長には父親も行商人だったという山本純一が抜擢された。車で5分も走れば何でも揃うのにわざわざこの店に来てくれる人にないというのは失礼だとの考えから、たわし1個から配達しますを合言葉に、客の要望で店頭にないものは入荷予定を伝え、店にないものも売っている。別の店から購入してきて客に届けた。この営業スタイルからないというものはない。転じて何でもあるから百貨店というコンセプトを掲げた。常吉村営百貨店の運営は、設立当初から明確に村づくりを念頭に置き、農業と福祉と暮らしを柱にし、地域活性化のための拠点にする。高齢者、子供が安心して暮らしていけるためのお店づくり。子供たちには、ふるさとを誇りに思いやっぱり常吉に住んでいたいと思ってもらえるような地域づくりを目標に掲げた。その背景には、1996年、地域の小学生が絵に描いた常吉地区をどのような村にしたいかという夢いなランド計画があった。子供たちの夢を受けて、住民に5つの楽しみ、作る楽しみ、持っていく楽しみ、売れる楽しみ、お金がもらえる楽しみ、お金を使う楽しみを提供しようと試みたことが、百貨店の原点となった。最終的な目的は、楽しい地域づくりであったという。開店から1年余り後の1999年に、代表の大木が語った言葉が残されている。設立や運営に尽力した地域リーダーらは、農家の出身ではない者たちが中心であったにもかかわらず、常吉村営百貨店は、地域の農地を守り、地産地消の農業振興と食育に関連づけた事業を主軸として活動した。地元産の農産物をピュア、常吉と名付けて、ブランド化を図り、一般食品、菓子、日用雑貨、丹後のお土産品など約2800点の商品を販売するスーパーマーケットとして営業しながら、かつての農協支所が担っていた園芸用肥料や農作業用品の販売、農作業の受託業務や情報発信など農業関連の業務全般を請け負った。常吉村営百貨店の中に設置された農作業受託部会は農家の要請に応じて稲作の作業を代行した。1997年の第1回目は18件だった受託農家は1999年には50件まで数を増やした。また、かつて下常吉地区にあった共同作業所を無償で引き継ぎ、収穫した野菜の出荷作業などを地元住民の手で行う仕組みを整え、高齢者を中心とした雇用を創出した。同じく、常吉村営百貨店の中に設置された施設園芸部会では、8棟のハウスを備えて様々な野菜の周年栽培を行った。高付加価値型の農業や新たな設置型農業を提案し、新規就農者を支援するとともに、収穫された農産物を常吉村営百貨店を通じて、地域のスーパーへ常吉産として販売、一部は地域住民に提供し、作れば売れるシステムを確立した。また、ハウス一棟は老人会に貸与し、高齢者でも負担の少ない農作物ミニトマトや水菜等の栽培を行い、これらを含めた農産物等を常吉村営百貨店で販売して、地域の人が購入することで、金銭の地域還流と高齢者の生きがい創出を担った。店内の直売コーナーで販売される、自家製野菜の委託農家は、開業当初は10名程度だったが、5年後には約90名にまで増え、その3分の2は高齢者である。生産は年々拡大し、販路も村営百貨店にとどまらず、丹後地方の他の商店の他舞鶴市や和歌山市のスーパーマーケットと連携し、常吉コーナーが設置されるまでに拡大した。常吉村営百貨店では、さらに、コピーやファックスのサービス、写真の現像やプリントサービス、クリーニング、宅急便の取り扱い等、地域住民の細々とした需要に応えた。朝に注文を受けて、夕方までに各家庭に商品を届ける宅配サービスでは、ちくわ1本、かまぼこ1枚でも宅配を行い、常吉地区のほか、周辺の京丹後市大宮町奥大野地区、平治峠をまたいで隣村である与謝野町生口地区の注文も引き受け、高齢者や過疎地域の人々の生活を支えた。これらの活動には、地域で老人を見守るシステムを確立するという狙いがあり、一人暮らしの高齢者へ毎日電話で安否確認を行ったり、声かけ運動も行われた。店内には、ベンチと給茶設備を備え、住民同士が気軽に足を運び、会話ができるように配慮された。開業当初の百貨店の専従スタッフは代表の大木を含めて3名で、年間340日、正月と第2、第4水曜日を除いて、午前10時から午後7時まで営業した。売り場面積25坪の小さな店舗にもかかわらず、客の平均滞在時間は1時間半に及び、常吉村営百貨店は地区の集会所的な役割を担った。地元の子供たちに郷土の良さを知ってもらうべく、地域の年配者が指導者となって、魚釣り大会や寺子屋的な活動を行い、世代間交流を図るとともに、地域の史跡である平地地蔵の小も着せや、およそ30年ぶりに行われた、大晦日千本月等の伝統行事の継続や、再興に取り組んだ。同時に、都市住民との交流による地域の活性化を図り、紫陽花ジャズコンサートや、ジャンボカボチャの重量を競う、パンプキンフェスティバル等を開催した。2008年には、手作り体験メニューを事業化し、村の歴史ツアーや、蕎麦打ち体験など、都会からの体験ツアーの拠点ともなった。地域の高齢者からは、やめられたら生きていかれへんと手紙をもらうほど、必要とされた常吉村営百貨店であったが、経営は順風満帆とはいかなかった。初年度には目標を上回る3800万円を売り上げ、株主らに2000円分の商品券を配布できる黒字経営だったが、後年、常吉地区を取り巻く商業形態が大きく変化し、周辺の国道312号線沿いに大型店やコンビニチェーン店が出店した影響もあり、開業から10年で約1000万円の負債を抱えた。村づくり委員会のメンバーら10人を中心としたボランティアが、店番や宅配に協力しつつ、代表の大木満は4年半の期間を無給で、働き、在庫調整や経費削減などで、借金をすべて返済。しかし、大木はその後に体調を崩し、2011年の年末に入院した。治療に専念するため、2012年7月に事業撤退を決意、出資者の了承を得て、その年の8月19日日曜日、常吉村営百貨店は15年の歴史に幕を閉じた。常吉村営百貨店は過疎地域の買い物難民対策に住民が自主的に取り組み、地域農業を支え、コミュニティ活動の発信に寄与してきた点を評価され、ソーシャルビジネスの先駆的事例として、2000年、自治大臣表彰、農林水産大臣表彰、日本農林漁業振興会会長表彰を受賞。2001年、農業会議会会長表彰を受賞した。全国から多くの視察や取材を受け、NHK のドキュメンタリー番組、列島リレードキュメント、真心を売ります引く、村の百貨店にも紹介された。屋外交流スペースの外壁に掲げられた、常吉百貨店のサイン2012年9月22日、土曜日、1ヶ月前に閉店した後は空き店舗となっていた。百貨店を会場に新しい常吉百貨店を考える会が開催された。この頃の常吉地区の人口は約450人、高齢化率は 35% を超え、村営百貨店の立ち上げに関わったメンバーも高齢になっていたが、会には地域住民を問わず老若男女46名が出席し、5つの班で意見交流が行われたほか、ユーストリームの中継や Facebook でも新たな百貨店への意見が集められた。同年11月1日木曜日、常吉村営百貨店の理念を継承したチャレンジ常吉百貨店実行委員会により、新たな地域の拠点、常吉百貨店として開店した。チャレンジ常吉百貨店実行委員会を立ち上げ、新生常吉百貨店を継いだ東田一馬は、1964年、大阪府生まれ。IT 業界の出身で、現在 NTT データに属する企業に就職後、ロチェスター大学、MBA を経て、2000年にはアメリカで IT ベンチャーで起業。2002年に帰国し、2003年Yahoo Japanに入社、2007年には、ショックウェーブエンターテイメント株式会社の CEO を務めたが、リーマンショックの煽りを受け2009年に会社を整理した。これを機に生まれ故郷の関西に戻ることを考えた東田は、その年、農林水産省の事業、田舎で働きたい。で、京丹後市に移住。最初の研修先が、常吉村営百貨店だった。半年間の研修期間では、情報発信のサポートなどを担い、その後は、他の地域への転出も想定していたものの、研修終了時の報告会で他地域の住民から、言われた、よそもんが勝手なことをして、半年で去るのかとの厳しい言葉に、心を動かされ、常吉地区に定住を決意。常吉村営百貨店の運営に関わり続けながら、2010年、地域コンサルタントとして、網田持続可能経済研究所に就職。2011年には、地域再生マネージャーに就任し、京都市内や但馬地域など、近畿地方の各地の地域活性化事業に携わっていた。東田によれば、常吉村営百貨店は、地域に暮らす人々にとって、交流の場であり、見守りの拠点であり、ふるさとの思い出の場であり、みんなの誇りだった。という。2012年、その閉店の報に接し、自分でもその時の気持ちは説明できないまま、継ぎましょかと言っていたという。東田の意思表示に対し、病床の大木は、そうかとだけ答え、2013年7月23日に66歳で、この世を去った。周囲の人々は静止し、妻の牧は、猛反対の末、一時は息子を連れて実家に帰ってしまうが、岡本太郎の、私は、人生の岐路に立った時、いつも困難な方の道を選んできた。という言葉を胸に戻り、チャレンジ常吉百貨店実行委員会の代表に就任。夫婦二人三脚でのチャレンジ。常吉百貨店をスタートさせた。店舗改装にあたって、店内に設置された巨大黒板や外壁に掲げられた店名のサインは、店のロゴデザインを担当した、常吉地区出身のデザイナー、吉田真理元、地元の子供たち等によって制作された。店内、子供コーナー外スペースで集う住民常吉百貨店は、企業ではなく、地域に残すべき価値のある仕事を生み出す事業のリノベーションを図り、常吉村営百貨店から施設設備、人脈、志を受け継ぐ一方、運営のコンセプトには、高齢者福祉を大切にする以上に次世代の子供たちのために、地域と共に歩み、頑張るのではなく楽しむこと、ボランティアではなく、互いに実りあるギブアンドテイクを、競争ではなく、共存を掲げている。経営を続けていくための実金として、成長しない、競争しない、効率化しない、奉仕しない、レバレッジかけない、ストックを作らない、すべてにオープンに、多様に、役目がある限り、オールウェイズハッピーを定めた。常吉村営百貨店時代から商店としての店舗部分を大きく削減し、大型冷蔵庫は撤去、生鮮食品は配達で補うこととした。配達料は無料。個別の要望に丁寧に対応することが、仕事上の利益にもつながると捉える。常吉村営百貨店時代から継続する買い物に来ることが難しい高齢者などへの配達サービスでは電球1個でも配達して交換も行い、そのまま1時間以上のおしゃべりに付き合うこともあるという。商品棚の面積は4分の1に縮小し、店内の3分の2を休憩スペース、子供スペース、フリースペースに改装した。客層のターゲットに、高齢者だけでなく若い母親など幅広い層を視野に入れ、地域の人々の暮らしを支え、様々な人々をつなげる橋渡し役となること、町外や他府県に地域の魅力を伝える仲立ち役となることを重視した店づくりを展開する。店内入り口店内にある交流スペース常吉百貨店の人気商品である大根の漬物食料品をはじめ、生活必需品等の店舗販売のほか、オンラインショップでの通販も行う。店内での支払いには QR バーコード決済を導入している。どこで、誰が、いつ取ったかが明らかなものを販売できることを強みとし、地区の住民手作りのこんにゃくや保存食など、他店にはない常吉独自の商品にこだわり、収穫量が少ないため産地を常吉として市場に出回ることはほとんどない地元産の米、常吉のお米、常吉漢方米などの限定米や、地区に1店のみの製麺所で作られる常吉うどんを扱う。人気商品は地元農家の男性が10年以上出荷している自家製大根の甘酢漬けでまとめ買いする客も多い。売れ残りを出さないことを信条とし、商品の品目や値段は農家との話し合いで決める。客の要望する野菜が売り切れであれば、しばらく待ってもらい、その場で農家に連絡して、畑から収穫してきてもらうこともあるという。2014年、いただきます。地元産プラン、京都府推進協議会により、軽野菜を学ぶ、食べる、買うことのできる施設として軽野菜ランドに登録された。体験メニューでは、1日店長体験も随時受け付けているほか、小規模なコンサートや、フリーマーケット、体験教室、読書会、ボードゲーム交流会などジャンルを問わず、地域住民の交流スペースとして様々な企画に会場を提供する。地域の高齢者がバス待ちに1時間ほど過ごしていったり、学校帰りの地域の子供たちが集い、店内の子供スペースや広場で遊んだり、親に叱られた子が避難してくるなど、地域住民の居場所としても定着している。1日500円で Wi-Fi や電源、プリンターが自由に利用でき、お茶とお菓子が提供される。コロナ禍で集えない中でも、本を通じてつながれる場所と解説。本棚をウェブ上で公開している。チャレンジ常吉百貨店実行委員会によって運営される。代表者は2016年4月から京丹後市議を務める東田真紀。運営担当者は2014年12月から京都府の委託を受け里の公共員としても活動する、東田和馬。和馬は2016年、地域のつなぎ一言おこし人を検証する、K の公共人材大賞において、奨励賞を受賞した。同じ店が続くのでなく、一旦閉じて新たに始めるという変化が必要だったため、常吉百貨店では東田夫妻が表に立ち、常吉村営百貨店時代のスタッフは、裏方からサポートしている。常吉村営百貨店時代と比較すると、営業時間は1時間早めて午前9時から午後6時を基本とし、毎週火曜日を定休日とする。当期は午後5時閉店。年末年始等は別途定める。所在地は京都府京丹後市大宮町上、常吉123の2。府道76号線沿いに位置する。発都後に大宮活性化懇話塾と改称。当初は下常吉村づくり委員会と称し、下常吉地区民を中心とした組織だった。1997年の常吉村営百貨店開店を機に、常吉村づくり委員会と改称。下常吉地区、上常吉地区が一体となって考えられるようになった。村づくり委員会は各地区で、住民主導の村づくり計画の策定に取り組み、後に町を代表する組織として各地区の村づくり委員会から選出された26名による大宮アグリ21塾が結成された。塾の目的は地域の次世代を担う人材の育成であり、その活動には町役場、商工会、JA、認定農業者等も参画し、各地区の村づくり委員会と相互に連携、協力して、事業を展開した。地域開発2002年2月号には21名と記載されているが、調査時期は不明。京丹後市の記録によると出資者は33名であるが、常吉村営百貨店の記録によれば34名とされている。水菜は大宮町の振興作物である。個人農家のほか、認定農業者も利用した。現在は地域おこし協力隊と改称。直腸がんによる栽培体験、生産者との交流、産地見学会の実施等、調理実習等、軽野菜及び軽野菜加工品の販売。このほか、毎日新聞、京都新聞、農業共済新聞等。ウィキメディアコモンズには、常吉百貨店に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。